めっちゃ食べてる。それで俺2キロぐらい太った。全然普段のココイチの味と違います。うまいやろ。でも4月以降売り切れ次第終了になってるの。みんな早く食べて。なんでサイバーダイン社に入ったやつやってんの。どうもかまいたちです。さあ本日は、はい、皆さん緊急事態です。なんなんこれ。なんですか。聞いてください皆さん、はい、今ココイチから期間限定で出る、うん、ウーシャンフェン香るルーロースパイスカレーうますぎます。なんなんそれ。なんとか なんとか期間中に皆さんに伝えたくて。めっちゃ言ってるよな、うん、いろんな人に、うん、ココイチ持ってきてもらいました。いつまでやってんの期間限定。4月以降売り切れ次第終了。間に合うこれ。3月頃スタートしてっていう。今日今、3月いつアップできる。最短で。皆さん急いでください。ウーシャンフェン香るルーロースパイスカレーがもうなくなってしまいます。むずいねん名前が。いや俺だからこれまだ食べてないよ。濱家がめっちゃ言ってるけど、これ辛さ普通やな。23日にアップできる、はい、皆さん1回は食べてみてください。お前5辛にしてるやんけ。あ、辛すぎました。辛すぎんねん。クソ。でも食べるしかないか。なんでそんな危機迫った感じ。山本さんもしあれだったらちょっと入れたもん。辛かったの。このウーシャンフェン香るルーロースパイスカレーはいつも俺4辛でココイチは食べてんねんけど、4辛にして食べたらスパイスとの相性良すぎるんかも分からへんねんけど、めっちゃ辛かったよ4辛で。だからこのウーシャンフェン香るルーロースパイスカレーに関して俺3辛で食べてんねん。フルで言うなもん。5辛ってお前無茶やで。すごい辛いんじゃない。もしかしてもう汗でぐるぐらい。濱家が辛いって言うってことは相当やろ。食えないかも、これここから。おえぇ、スパイスの感じすごい強いな。ルーロー感がやっぱあるやろ。ルーローってなんだ。ルーロー飯っていう台湾のご飯あるやんのスパイスカレーバージョン、うん、これは食えるかな。スープカレーみたいになってるね。まあココイチのはシャバいいからな。結構なこの高菜もうまいから、そのシャバシャバってそっちにそうしたら飛ぶでカレー。いやあんまこんなんやったことないから。こうじゃなくてこうして、うん、手前にこうゆっくりこうした方がええで、うん、今後な今後の話、うんうん、いただきます。いただきます。結構食べてる。めっちゃ食べてる。それで俺2キロぐらい太った。今まで何食ぐらい。期間限定やけどもう3、4食5食、うん、4、5食は食べてる。4、5食も食べてる、うん、いただきます。いただきます。どうや。うまい。辛いわ。全然普段のココイチの味と違います。うまいやろ。でもうん。どうスパイスすぎ。山口さんからしたら全然いける。すごいエスニックな、うん、普段食べてその欧風カレーとの違いがすごい。海外のカレーだなっていう。3月23日にアップ。皆さん急いでください。もう辛いのめっちゃ辛いの食うたらこうしゃっくり出んねん俺。濱家で辛いって言ってるからな。あうまいわ。うまいやろ。これはうまい。お肉の味めちゃくちゃうまい、うん、うまい。なんか漬け込んでるんじゃない多分何かに。お肉大丈夫かお前。食べてください言って5辛って一番辛いんじゃない。10まであるの。なんで森氏5辛にしたの。浜井さん5辛ぐらいだったかな。大体の雰囲気で。まあうまい。いつもさ俺ココイチはパリパリチキンカレーなのよ、うん、レギュラーメニューは、うん、だからこういうチャレンジ系のって全く食べないからさ。うまいよね。もう今までいろんな美味しいの出てきたけど、うん、これは期間内にみんなに食べてもらわないと思う。でどうしてもっていうので、うん、緊急で今緊急で今動画撮ってます。いやマジで朝からジョンソンのロケさっきまでしてここにやってきてこれを撮るっていう。相当どうしても伝えたかったらしいよ。こんなしゃっくりしてまで。ウーシャンフェン香るルーロースパイスカレー絶対皆さん食べてください。俺こないださ家族みんな寝た後家帰ってココイチ食べたなってウーバーイーツでさ普通のパリパリチキンカレーで、ほうれん草、チーズ好きなのよ。ほうれん草、チーズ、ツナで、チキン煮込みみたいなのがあった、うん、チキン煮込みみたいなのと。ちょっと持てか。どうぞどうぞ。
そんな辛い。あとコップになんかノンアルでもいいからビールくれ。ほんであとサラダポテサラみたいなのあったのかな、うん、ポテサラ単品もあるし野菜付きのもあるし、うん、であの季節の彩り野菜みたいなトッピングとかも入れて1カレーで3800円ぐらいしてんの。大量トッピング入れてるな。それでも豪華と思って夜中に一人で俺とんでもないカレー食べてると思った。ごめん、うまいわ。完全に晩ご飯や。モリシオ食べたのこれ。まだ食べてない。まだ食べてない。あげないけど自分で頼んでほしいけど。そんな母はいいや、まあ、辛いのをしたからか。早かったらあと1週間中でもなくなってしまうから。だから4月までは絶対あるってことでしょ。売り切れはないってことでしょ。そうやな。だから23日にアップしてすぐ食べたいっていう人は全然食べれるわけね。そうです。これウーバーでもやってますし、うんうん、店舗で。あ、ウーバーもやってんのこれ。ウーバー入ってました。ウーバーやってる。あ、そうなんだ。はぁはぁ言うてる。でもこのはぁはぁが緊急感増していいやろ。みんな聞いて、ウーシャンフェンからルーロースパイスカレーが4月以降売り切れ次第終了だ。ターミネーターのやつや。サイバーダイン社にあの忍び込んだ。冗談だと思わないで。4月以降売り切れ次第終了なの。なんとかこのウーシャンフェンからルーロースパイスカレー、そしてココイチのみんな聞いて、グランドメニューにしてもいいと思うの。グランドメニューにしても人気の出るメニューだと思うの。綾野浩二麗華がもう電話のとこでなんか、あらごめんなさい皆さん。それでは夢の世界へ、サイバーダイン。プシュ。想像してみてください。うまいやろ。でもうまい。どうしても食べてほしかってみんなに。なんかスパイスカレーっていうから辛いのかなとかちょっと癖が強すぎるのかなとか思ったけど全然いける。これでも頼む時に気をつけてほしいのは、うん、今度僕4辛を3辛に下げてもちょっと辛いぐらいなんです。辛みと相性がすごいいいんやと思うね、うんうん、だからいつも頼んでる辛より1個下の方がいいかも。ゼロ辛は普通やろ。でも全然いける、うん、だからナイキで 28.5 で履いてる人はニューバランスで28でいいと、そういうことね、うん、うまいね。緊急で。緊急やな、期間限定。うん、でもどうしよう、これでめっちゃみんな頼んで、うん、4月を待たずになくなっちゃったら。そんなになくならないよ。そうか、期間限定って俺ほんま食べへんからさ。あ、そう。俺結構食うで。俺だってなんかの企画で食べるまで月見バーガーとか食べたことなかった。あれも期間限定でやってたよ、マクドさん。もうダブルチーズバーガーだけ食べてて、で濱家が照り焼きうまいよって言うから照り焼きを芸人になってから初めて食べた。それまではもうダブルチーズバーガーだけ。俺ココイチでこんな攻めたカレーなんかもうこの機会がないと食べないよ。俺はこれに手仕込みささみカツ1本トッピングしてる。うわあれうまいね。うまい。でトッピングっつってるけど結構するやろ、うん、あれ3、400円すると思う、うん、くそ。なんで悔しがってんのよ。4月売り切れ次第終了。何を悔しがってんの。クソの意味が分かんない。言ってたな。まだあんのかな、劇場のあの横のココイチって。ある。ある。あ、 NGK の。そうそうそう。ああ、辛すぎて時間かかる。珍しい。食うの辛すぎて。森下があえての5辛やな。すいません、ええねん、構えへん構えへん。俺7からにしてほしかったんけど。冗談や冗談や、ね、冗談や。今日0からでもお前ちょっと辛いのに。冗談や。全く関係ないけどさ、麻雀の番組、はい、あの爆笑の田中さんやってる、あ、はいはい、番組にさ金光さん出てたのよ。金光さん多分コンビの時1回も出てない、はあ、で初めて出ましたみたいな感じやってんけど、うん、めちゃくちゃボケてたし、めちゃくちゃウケてた。生き生きしてた。ほんまに伸び伸び生き生きしてたね、金光さん。もうガンガンモノマネも振られて、バーンでドーンって受けて、
で麻雀も詳しいから麻雀ボケとかもして相方が箱ありましてって言ってたもんつかみからもう完璧なアジャスト俺今日一人なみたいないじられて箱あります箱相方が箱下箱ありまして箱下になったんでちょっと僕一人でめちゃくちゃおもろいめちゃくちゃ面白いこれ金光さん要注目やほんまやな、うん、どうなるのかわかんないけど岩橋さんとこれは面白かったねロンチートイズです、まあ、僕は一人になったんですけどほんまマージャンボケ面白いそういうマージャン系のボケが完璧に仕上がってた全然関係ないけど全然関係ない、うん、昨日見たから岩橋さんは全く見てないなんか新しい仕事決まったあれ何わからんまだ情報出てないんじゃんほら頑張ってほしいけどな岩橋さんやっと辛みが収まってきた収まってきたでもめちゃくちゃ口の中痛いけどあまた行くんやでまた辛いになるうまいねんこれが美味しいねチャンネル登録お願いしますもう一度言うわこの美味しいウーシャンフェン香るルーロースパイスカレーが4月以降売り切れ次第終了になってるの、うん、みんな早く食べてみんな早く食べてだからなんでサイバー第二社に入ったやつやってんのこれターミネーターやみんな早く食べてこのウーシャンフェン香るルーロースパイスカレーがなくなる前に早く食べてガッチャンしてるやん浜コナーやサラコナーならぬはい皆さんぜひお召し上がりください、はい